旭川34万人のクールチョイスキャンペーン。詳しくはウェブで。今回の子育てインフォメーションは、フィール旭川6階森森パークに開設された子育て支援センター木漏れ日をご紹介します。子育て支援センターは地域や育児仲間の輪を広げ、より良い子育て環境を作ってもらおうと市内各地に開設されています。今年度からは子育て支援センター木漏れ日が新たにオープン。フィール旭川6階にある森森パークの中ということもあり、より気軽に来場できるようになりました。森森パークで、4月の1日からですね、子育て支援センターの木漏れ日というのを開設させていただきました。気軽に皆さんね、お誘い合わせいただいて、遊びに来ていただける施設になればと思っております。皆さんのお越しをお待ちしております。来てね。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、旭山動物園開園50周年を迎える今年、まずはですね、夏の、今年の夏のですね、見どころをお伝えしたいと思います。いつもですね、担当している飼育の佐賀が今日はちょっと出られないということで、例によって私、広報の加藤が、担当いたします。さてですね、今来ているのは、クジャクシャになります。今年、こちらに来てから、新しい施設としては、2年目の、施設になりますけれども、特にクジャクはですね、オスの方がご覧いただける通り飾り羽といって、非常にですね、綺麗なですね、羽を見ることができます。これはメスに対する、求愛行動を表しているものなんですけれども、ちょうどこれから、春から夏にかけて、繁殖の時期ですので、その求愛の様子を見られるのがこれからということになりますので、まさにおすすめの、スポットの一つかなと思います。そしてこちらのクジャクシャなんですけども、去年ですね、網をですね、細いものに張り替えをしましたので、とても、見やすい状態になっていますので、クジャクたちのですね、生態、一番まさに華やかな時期になりますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、続いての、ご紹介するところは、猿山です。猿山といえばですね、去年の、夏から、改修に入っていまして、この夏季開園から、ようやく新しい姿を見ていただくことになりました。今回大きく変わったところといえばですね、施設内の中にある、遊具とか、木とかですね、こう木木っていったものが新たに設置されまして、また今までと違った感じでですね、見ていただける感じで、ロープですとか餌箱ですとか、それから、猿がですね、休むような、場所も作られたりっていうことで、本当にですね、これまでにない、動きとか、それからもっと、こんな特徴あったんだっていうのが見ていただけるのかなと、いうふうに思います。猿たちもですね、長らくこの猿山で暮らしていませんでしたので、久々に戻った猿山ですごくですね、リラックスして過ごしていますので、本当にですね、ずっと見ていてもこの飽きない、感じっていうのをですね、体感してほしいなと思います。この他にもですね、見どころと、しましては、3月に、アザラシが1頭、そして4月にもですね、実はもう1頭生まれて、今2頭の、アザラシの子供がいますので、だいぶ成長してきましたけども、その子供らしいですね、様子、
泳いでる様子なんかも、楽しんでいただけるかなと思います。それ以外に言いますと、去年の12月に、生まれたアビシニアコロブス、猿の子ですね。もうですね、だいぶ、成長を、してきていますので、母親と一緒にですね、過ごす様子なんかが見られたり、それとですね、去年、初めて旭山では初繁殖となった、ユキヒョウと、アムルドラの、子供たち、もう1年経ってだいぶ大きくなりましたけれども、本当に順調に育っています。体は大きいですけど、まだまだ、様子見てると子供な部分もあるなと思いますので、そういった成長ぶりなんかも、お楽しみいただければと思います。ということで、今日はですね、今年の夏の、見どころということで、紹介させていただきました。さて、冒頭でもお話しましたけれども、今年旭山動物園は7月1日に、開園50周年を迎えます。今回の50周年のですね、記念に合わせて、今まであった動物図録を大幅に、改訂いたしました。今まではですね、動物を地域別に分けて説明する感じだったんですが、今回から動物の紹介プラス、施設ごとにですね、施設の紹介と動物の紹介を行うということで、よりですね、皆さんにもこう、見やすい内容となっております。1冊、1080円で、園内の売店で販売中ですので、この機会にですね、ぜひ、購入していただければと思います。書き換え、いろいろな、魅力ありますので、ぜひ皆さんに来ていただければと思います。ありがとうございました。旭山動物園の夏季開園、それと50周年の記念事業についてでございますが、4月の29日から、平成29年度の動物園の夏季開園が始まります。今回大きな話題としましては、昨年夏より改修工事を行っておりました猿山が夏季開園に合わせてリニューアルオープンいたします。続いて、開園50周年記念事業についてでありますが、今年7月1日に、ちょうど、50周年を迎えます。特に、開園記念日となる7月1日、および2日は、市民無料開放日としまして、開園時間も通常より2時間延長し、午後7時15分までといたします。またオフィシャルグッズとして動物図録の改訂版を夏季開園から、50周年記念誌を7月1日の開園記念日に合わせて、園内売店において販売する予定になっております。今年度の本市職員採用試験でありますが、7月に実施をする大学卒区分の前期試験からスタートし、短大、高校卒区分、社会人区分など12月まで約半年かけて試験を実施していきます。技術職の試験の日程ですが、例年第3次試験まで実施していたものを第2次試験までに短縮して実施をいたします。最終合格発表までの期間短縮を図り、優秀な人材の確保を図っていきたいと考えています。2点目は、大学卒の試験の第一次試験会場について新たに東京会場を設け、道外大学の受験者の負担軽減を図り、多様な人材の確保につなげていきたいと考えています。3点目は、地方創生特別枠の第一次試験会場ですが、全国7会場に増やして実施します。民間のテストセンターを活用し、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の全国7カ所で第一次試験を実施することで、地方創生特別枠の受験者数の増加を図りたいと考えております。
皆さんこんにちは。私立旭川病院院長の根野日です。当院は検診にも力を入れてまいりましたが、昨年試験的に1泊2日の人間ドックを実施しましたところ大変好評で、今回正式に1泊2日型の人間ドックを開始することになりました。今年の5月1日より1泊2日型人間ドックを開始いたしました。病棟に入院いただき、さまざまな検査を不安なく受けていただくことができます。1泊2日型人間ドックの内容は、血液検査、尿検査、胃十二指腸、大腸内視鏡検査、脳 MRA、MRI、心電図検査、胸部 X 線検査、腹部超音波検査、緑内障検査など様々な検査がございます。コースは2種類、スタンダードコース6万円、プレミアムコース10万円からお選びいただけます。またお車でお越しの方は当院の駐車場を2日間無料にてご利用いただけます。毎週月曜日火曜日の2日間1名様限定でご予約を受けたまわっております。1日目の夕食は翌日の検査に合わせた特別メニューを、2日目は全ての検査が終了後にお食事をお召し上がりいただきます。人間ドックに関するお問い合わせは電話 0166-24-3181 私立旭川病院検診センターまでお願いいたします。私も一泊二日型人間ドックを担当いたします。病気は早期に発見し、早期に治療して元気に暮らしましょう。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。